はい、こちらも関口さんの昭和ですね。変わった炭の出方でですね、重ねですけどもこの流れるように出ております。将来的にはですね、体に全体で上から下までつながるような炭になるかもしれませんね。面白い出方をしております。まだ下に隠れてますけど、将来的にはこうやって稲妻にぐーっと出てくるといいですね。もう一回移します。こうやって稲妻にぐーっとこうやって炭が出てくるといいですよね。はい、横の方も見ていきたいと思いますね。はい、掴んでみます。こういう風にですね、まだ下に隠れてるんですけど、こうバッテンのような感じに出るかもしれませんね。結構でちょっと黒いからで、だいたい出るときはですね、このプツプツプツと出てるのがグッとグッと締まってですね、ぐっと走るような感じで、こういうところもですね、隠れてるのが全部つながると、ものすごく豪快な昭和に出るかもしれませんね。今はまだまだほとんど未完成ですけども、出る雰囲気のバンバンある、そんな一匹ですね。上から下まで綺麗に炭が流れると素晴らしい昭和になる期待ができますね。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。